コブルスキルの戦いは、アメリカ独立戦争の1778年5月30日、ニューヨークのフロンティア開拓地コブルスキルで起きた愛国者軍とロイヤリストと色恋族連携部隊との戦闘である。戦闘が起きたのは、現在のワーナービルの村、コブルスキル・リッチモンドビル高校近くだった。これは、ケベック植民地のイギリス当局が奨励し、 物資を与えたロイヤリストと、色恋族インディアンが、当時のニューヨークとペンシルベニア西部のフロンティアで、多くの村を襲撃し破壊した動きの始まりとなった。色恋族の小部隊がこぶるスキルに入り、土地の守備隊の注意を引いた。これは、ジョセフ・ブラントの指揮するインディアンとロイヤリストの、さらに大きな部隊が仕掛けた罠だった。多くの民兵を殺し、残りを追い払った後で、ブラントの部隊は、 開拓地の大半を破壊した。その年の後半、ニューヨークの守備隊は、色恋族の集落を破壊することで、コブルスキルなど、植民地集落に対してブラントが言ったことへの報復を行った。翌1779年のサリバン遠征では、大陸軍がさらに多くの色恋族集落を破壊した。1777年、イギリス軍将軍、ジョン・バー・コインが、 ハドソン川流域の支配をめぐって作戦を展開した。バーゴインはこの年10月、サラトガの戦い後に降伏を強いられた。その後のアップステートニューヨークはフロンティア戦争となった。ケベック植民地のイギリス当局はロイヤリストとインディアンのゲリラ戦士に物資や武器を与えて支援した。1777年から1778年にかけての冬、 ブラントなどイギリスと同盟するインディアンは、ニューヨークとペンシルベニアのフロンティア開拓地を攻撃する作戦を立てた。1778年2月、ブラントは、おなかがにその作戦基地を作った。そこで、イロコ遺族とロイヤリストの混成部隊を集め、5月に作戦を開始した時点では200内し300名になっていたと推計されている。ブラントの目的の一つは、 部隊の食料を確保することであり、またサスケ花川バレーでの作戦展開を計画していたジョン・バトラーの部隊にも食料を供給することだった。1778年、開拓地コブルスキルには、コブルスキルクリーク沿いに広がった農園に住む20、家族がいた。そこは、スコハリークリーク地域に属し、愛国者軍の戦争遂行にとって重要な食料調達源だった。 防衛のための主力はクリスチャン・ブラウン大尉が指揮する小さな民兵隊だった。1778年春、イロコイ族の攻撃が近づいているという噂が流れると民兵隊は増援を要請した。大陸軍イカボット・アルデン大佐がそのマサチューセッツ第7連隊からウィリアム・パトリック大尉の指揮する兵士30ないし40名の中隊を派遣して 民兵隊を補強した。ジョセフ・ブラント、チャールズ・ウィルソン・ピールが描いた、肖像が5月30日朝、ブラントは、コブルスキルの防衛隊に対して、罠を仕掛けた。少数のインディアンを踊りとして、前に出した。パトリック・隊員の部隊と地元民兵は、開拓地の南端近くに、それらインディアンを死認した。インディアンは罠を仕掛けるかもしれないと、 ブラウン大員が警告していたにもかかわらず、パトリックはインディアンが尻くとこれを追撃し、走りながらの戦闘になった。1マイル進んだところで、ブラントの仕掛けた罠が弾けた。パトリックの中隊は、ブラントの大部隊に取り囲まれていた。戦闘の中で、パトリックとその副官が戦死し、部隊の約半数も倒れた。ブラウンは残った部隊を戦闘配置に整えて、 開拓地まで交代させた。5名の兵士がジョージ・ワーナーの家を隠れ場にしたが、攻撃側はその家に火をつけて5人を殺した。結局22名の開拓者が殺され、8名が負傷し、5名はブラントの部隊に捕獲された。一方ブラント隊は推計で25名の損失を出した。ブラントとその部隊は引き上げる前に10軒の家屋と、敷設する建物を燃やし、 連れて行けない牛をすべて殺した。ブラントが捕まえた5人の捕虜には2つの選択肢を与えた、すなわちインディアンの家族の一員として収まるか、あるいは戦争捕虜としてナイアガラトリデに送られるかだった。捕虜たちは後者ナイアガラトリデ送りを選んだ。ブラントはその部隊を編成し、モホークバレーのフロンティア集落への襲撃を続けた。コブルスキルの集落に続いて、 チェリーバレーの集落を攻撃することを検討したが、そこの民兵は警戒状態にあったので、色コ遺族の領土まで後退した。その年11月、チェリーバレーはブラントが一部を率いた、チェリーバレー虐殺の舞台になった。お腹がに対する作戦を検討していたニューヨーク州、知事ジョージ・クリントンは、コブルスキルに続いて9月にジャーマン・フラッツが攻撃されたことで、作戦を拡大した。 1778年10月、大陸軍正規部隊と民兵隊が、おなかがと、さらに、ブラントやバトラーを支援していたインディアンブラックである、ユナギラを破壊した。インディアンの襲撃で困窮していたコブルスキルの開拓者には、その保証として200ポンドが支払われた。多くの地域社会の開拓者は、チェリーバレーやスケネクタディのようなより大きく防御が、 施された町への交代を始めた。チェリーバレーは襲撃を受けた後に取り出の建設を始めた。コブルスキルの戦いや、その後、ブラントやバトラーが続けた行動に対し、大陸会議は大陸軍の大部隊を色濃い属領土に遠征させる決断に至った。この1779年の遠征隊は、ジョン・サリバン将軍とジェームズ・クリントン将軍が指揮し、 イギリスのために戦う、色恋族の集落を体系的に破壊していったが、フロンティア戦争そのものを終わらせるほどの効果はなかった。ありがとうございます。